はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの配信500日突破ありがとうガチャですね、こちらを引いていきたいと思います。まさかね、こんなガチャがね来るとはね全く予想してなかったんで、かなりびっくりしてはいるんですけれども、まあ、内容としては、まあ、お一人様1回限り10連ガチャを引くと、なんとね PSR が1枚確定と。でさらに、出てくるキャラクターは厳選のね、厳選というか選抜かの、50キャラのみ登場ということで、基本的にはまあやっぱね50キャラもいるとちょっとうーんっていうのも混じってはいるんですけれども、ただね、基本的には有料キャラが、揃ってます。で、まずね復刻キャラがやっぱりいるんで、それを見てみると、立川と暗黒スバル、レンちゃんで、七井と暁守がいますね。この2人はね欲しいですね、本当に。であとはアントロメダ嵐丸 と、大西ですね。でさらに、通常から出るキャラクターを見てみると、まあ、やっぱりね、カマカリとか、まあ、カマカリはね俺 PSR 持ってるんで、まあ、あればね解放してさらにプラゴとかも突っ込んでいけるんで、どんどん上限解放したいんですけれども、まあ、ホムラちゃんとかね、まあ、キバとかで、キバも俺 SR いっぱい持ってるんで、まあ、コツ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 育てていけばいずれ PSR のプラゴとかにも、できそうなキャラなんで、かなりいいですね。まあ、見てみると、まあ、最終的には、ビビちゃんとか一条とか、おねちゃんとか、まあ、のうみくんとかも入ってますというところになってます。でやっぱりねこの PSR が誰が来るかでね、今後のモチベーションもまあかなり変わってくると思います。まあ、最悪ね、最悪の最悪は PSR、ミキサー券っていうね可能性があるんですけれども、まあ何はともあれ引いていきましょう。まあ、誰が一番欲しいかって言われたら、まあ、1番って言われるとちょっとなかなかコーツつけがたいんですけど、やっぱりね7位かね、暁守ですね。この2キャラはねマジで本当に欲しい結構ねあの復刻した時も割と引いてたんですけれども、まあ出ない出ないというところで、ただね50人なんで、まあ、単純に考えて50分の1ですよね。50分の1で誰が来るかっていうところに、なってるので、さあ運命の10連ガチャを引いていきましょう。ガチャル、うん、まあ虹が出るよねそりゃまあ、キラーンとかはね特にないんですけど、まあ確定はしてるんで、さあどなたよ、ゆかり様か。オッケーオッケーオッケー。これはまあね黒金高校でね、いずれ黒金強化が来ると思いますので、まあその時ねゆかり様使っていきましょう。まあ普通にもね全然使っていけるキャラなんで、ゆかり様の PSR か、これをあとはまあ期間をかけてめでていくということです。てか他がしょぼいなPR がおまけでついてきたというところで、PSR は、まあ、ゆかり様でしたと。いやこれ河本くんとか入ってたからね、河本とか出たらマジでどうしようってちょっと思ったけど、まあ、すごいいいかって言われるとやっぱりね7位とかに比べれば、まあ、ランクは落ちますけども、自分の中ではねいやそれでも全然当たりですね。であと今サクチャレがあるんで、サクチャレの状況だけちょっと見ていきましょう。ね順位はね184、これあの、ツイッターでアップした時には2桁台の、ランキングだったんですけど、まあ、どん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 押し出されてきた感じですね。で、普通の経験点としては8700くらいで、野手でやってます。いや俺今回ね野手いいと思うよ、内野手揃ってれば。ストレスがねたまんないね、やっぱり試合とかで。で、電池もねかなり大量に手に入るんで、まあ5タック4タックが来る可能性はちょっと投手に比べればそりゃ少ないんですけど、来たら来たで結局これ最大値を目指す、やり方じゃないですか。だから来たら来たでねやっぱ点数すげえ伸びるんで、まあ内野手揃ってればっていうやっぱ条件はつくんですけど、かなりおすすめです。でちなみに8700点も俺甲子園大会2回戦でね敗退してるんですよ。もうあの予選からねすげえ嫌な予感がしてて、あの結局5点取られたんですね。で最終的に9回裏で、コンピューターが自動的に点を取ってくれて勝ったっていう滑り出しから、で甲子園2回戦も5、6点取られて、結局負けちゃったっていう、感じなので、まあ、もしねあの決勝まで進んでれば多分9000点くらいは出たんじゃないかなと思います。まあ、またねもうちょっと時間があるので、最大得点を目指してやっていこうと思ってます。であとね内野手のねいいところは結構ねこの
組み替えをしてどうかなっていうのが楽しめますね。基本的に俺5人は確定してるんですけど、最後の1人をねどうするか、まあ、一番最初のところでいくと雅ちゃん枠ですね。雅ちゃん枠を例えば神宮寺に変えるとか、要はタッグの経験点を重視するっていう方向でやるのか、まあ、それとも本当にボーナスはないんですけどライチを入れるかっていうところ、こうねなんかちょいちょい入れ替えて、まあ、試してみて、まあ、どの点数が伸びていくのかなっていうのを探り探りやっていくのも、まあ、飽きないやり方なので、俺はもう内野手でこのまま突き進んでいこうと思います、というようなところで、まあ、今回は短いですけれどもこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。